こんばんは、山田涼介です。こんばんは、こんばんは、こんばんは。どうもどうも。あ、中国の方かな。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、こんばんは。フォローありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。ちょっと早く始めちゃいました、すいません。どうもこんばんは。どうもどうも。どうも。ちょっと8時になったらいろいろ話し始めようかなと思います。フォローありがとうございます。どうもありがとうございます。さあ、8時になったということで、改めて皆さん、どうも山田涼介です。個人アカウントを開設しました、ありがとうございます。開設してから8時間ぐらい経ちましたけど、すでに50万人以上の方がフォローしてくれたということで、本当に感謝してます、ありがとうございます。まあ今日ね、発表があるというふうに言ったんですけど、まずは皆さんと楽しく最初はね、トークができたらなというふうに思ってます。コメントどしどし送ってください、読みますよ。あ、フォローした、ありがとうございます。顔面良すぎてご飯ご飯いけます、10杯いこう、おめでとう、ありがとうございます。すいません、いっぱいだから本当に SNS 関係もなんかファンの方も追いつけるかぐらいやらせていただく形になってるんですけども、それぞれで違う顔が見せれたらいいなというふうに思ってるので、贅沢を言えば、まあ、全部フォローしていただければなというふうに思ってます。今日何食べた、カレー食べました。あ、フォローありがとうございます。どうもどうもありがとうございます。コメントも皆さん送ってくださいね。個人アカウントで皆さん嬉しく思ってくれたのかな、どうなんだろう。まあ始めた理由みたいなのもちょっと後ほど皆さんにも説明したいなというふうに思ってます。フォローみんなありがとうございます。なんかさっきね、大ちゃんがインスタライブやってましたね、見てました。あー、もう皆さんフォロー感謝です。こっちでコメント読もうかね、ちょっと待ってね、コメントがね、こっちの方が出るかな。かっこよすぎ、ありがとうございます。初投稿の写真すごく良かったです、ああありがとうございます。そうね、投稿まあいろいろ、まあ、自然な顔とか、自然な顔、プライベートの顔とかも
載せていこうかなっていうふうに思ってます。なんか花火とか夏らしいことしましたか？あ、でも仕事も踏まえて言うと結構しました。今日もイケメンですね。ありがとう。コメント読んでまーす。悲しい発表ですか？楽しい発表。多分楽しい発表だと思います。金曜夜に癒しをありがとう。こちらこそ来てくれてありがとう。今日何してた？ゲームだね。急いでお風呂入ったよ。間に合った。あ、よかった、間に合って。四国旅行いいですね。四国髪色次何にする？最近染めたばっかりなのでしばらくはこれかなと思います。めいっ子ちゃんと遊びましたか？遊びました？今日は遊んでないですよ。今日大ちゃんと会いました？今日会ってないっすね。綺麗なお顔。何時までやりますか？決めてはないですけど、そんなに長いってわけではないと思います。赤髪はね、なんかライブとか汗かくと血が流れたみたいな感じで汗が赤く染まるんで、しばらくはやらない予定です。好きです、ありがとう。多分私山田涼介のこと思うんだわ。絶対違うと思うな、多分な。スクショタイムしてください。後ほどかな、まだ始まったばっかりなので後ほどしたいなというふうに。今日はフィルターをつけて遊ばないんですか？まあ始まったばっかだからね、もうちょい。好きです、付き合ってください。嫌です。今からゴミ捨て行ってくる。気をつけて行ってらっしゃい。はい、夜ご飯食べました。カレーを食べました。こっち見ないでほしい。照れる。インスタライブできなくね？できなくね？前髪作ってきたつもりなんだけど。ねえ。映画絶対見に行きます。ありがとうございます。バッドランズ間もなく公開となります。来月ですね。明日はオフじゃないです。オフじゃないです。後ろ何かいますよ。怖いこと言わないでよ。唇かわいい。出産しました。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。これアーカイブ残る？残ります、残します。12万人も来てくれてる。ありがとうございます。お酒飲みますか？飲みますよ。飲みます。今誰か周りにいる？はい、一応スタッフさんがいます。夏祭り行きました。今年の夏っぽいことほとんど、まあ、プール入ったり海入ったり花火も見たんですけど、夏祭りだけ行ってないですね。お酒何が好き？クリア朝日。大雨の中バーベキューした。いい思い出になりました？いい思い出になったならいいですけど。サウナどうだった？めっちゃ良かった。あ、多分ね、サウナが、まあサウナももちろん良かったんだけど、場所とか、まあ行ったメンバー、その大ちゃんがすごい詳しいから、なんかめちゃめちゃなんかこう、ああした方がいいよ、こうした方がいいよみたいに言ってくれて、なんかそれがすごい良かったです。サウナ初めて行く人とかは、まあ初めてじゃないですけど、サウナ好きの方と行った方がいいと思います。王様に捧ぐ薬指最高でした。ありがとうございます。整いましたか？整いまくりました。でインスタの写真にあげましたけど、整いまくってなぜか何かに拝んでますよね。
アンニョン、アンニョン。またホラゲやってください。あ、嫌です。夏休みの課題終わんない。俺もギリギリまでやらなかったタイプなので気持ちはわかります。悪くない。ミッチー好き？ミッチー好きよ。かわいいじゃん。お酒飲みながら見てます。ゆっくりしててください。今日のコーデの特徴教えて。セットアップの真っ黒です。私を沼らせて。多分難しいと思います。30歳とか逆年齢詐欺ですか。30歳に見えないってこと。30ですよ。アイコンなんでそれにしたの。なんとなく候補が何個かあったけど、なんかこれがいいなと思って。柔らかいし空気感も。バッドランズの話聞きたい。バッドランズの話は番宣とかも出させていただいてますし、雑誌とかもたくさんこれから出るので、そちらの方でチェックしていただけたらなと思います。さあせん。30歳。30よ30。キモハートして。全無理だよ。キモハートはもうユウヤにしかできないし。ね、後ろ何ってなんか多いんだけど、怖いんだけど。何？怖いんだけど、みんなやめて。何？後ろ何って。山田くんって存在してるんですか。存在してますよ。事務所で誰に会いましたか。会ってないっすね、誰にも。やめて、後ろ後ろとかいないから。誰もライブ行っても現実感ない。なんで、なんでよ。ライブ楽しいじゃん。アーカイブは残しますよ。山田くんは多分妖精だよ。人間だよ。陽介くん靴下かわいいじゃん。うん、どこが見えてるのかな。君には何が見えてるのかな。何？なんか音するよね。カシャッカシャッみたいな。怖っ。あ、ライブイコール夢の国。あ、でもそう思ってもらえるの嬉しいかも。夢の国っていうか、まあみんなと会える唯一の場所ではあるからね。またツアー楽しみじゃん。あ、そうね、ツアーね、やりたいっすね。高校生の時まで山田くんは幻だと思っていた。今は何だと思っていますか。後頭部かわいい。かわいい。くせ毛なんだよね。張りつわないの。どうだろうね。まだわかんないな。名前を体で表して何を言うてるんや君は。どういうこと。どういうこと。待って、読まれた、死ぬ、生きろ。全力で生きるんだ。ホラー映画見たことありますか。ありますよ、ホラー映画。くせ毛かわいい。くせ毛ね、つらいよね、梅雨の時期とか。凌介くん、私のこと好き。君は誰だい。君は一体誰なんだい。読んでくれない、死ぬ。読んだから生きろ、生きてくれ。愛媛来たことありますか。行ったことありますよ。好きな動物は何ですか。犬。犬が好きです。セミおじさん。やめやかましいわ。おじさん言うな。
頑張って若作りしとんね。若作りしようやないか。読んでくれよ。読んだじゃねえか、読んだじゃねえか。行ったことない県ってある？ありますあります。これはだから生きてるうちに制覇したいなと思うんですけど、冷やし中華好きですか？好きよ。うん、かもなく不可もなくぐらいで好きだけど。一生のお願いです。好きって言ってください。うん、チキだから。天草リオの時から好きです。ありがとうございます。探偵学園から見てくれてるのかな。読んでくれた課題ちゃんとやります。じゃあやってください。読みました。海外で行きたいとこありますか？海外か。あ、いっぱいあるけど今パッとは出ないな。コメント読んだくれないとお風呂入れない。入ってこい、入ってこい、体洗ってこい。冷やし中華になりたい。すごいね、なんか子供の夢みたい。子供の夢だよ。映画絶対見る。 ありがとうございます。見てください。セミオのこと4年も待ってるんだけどまだ迎えに来てくれないの。もう一回セミオとこ見よう。それは、あ、すまん。イケメンになるには、イケメンって自覚はないけど、その応援してくれてる人がいるからなんか頑張ってかっこよくいたいなみたいなのはあります。あ、海しけ買ってきた。ありがとうございます。どの県に行ったことないの？いや、行ったことない県の方がむしろ多分多いからちょっと上げるのが大変ですね。後ろの木になりたい。うわ、すごい。あれだ、あの幼稚園の発表会で、あの妖精役とかなんか王子様役とか姫役じゃなくて木選ぶタイプの人だ。山田君の細胞になりたい。うわ、すごいな。これは返しが難しいやつだ。コメント見えてますよ皆さん、ちゃんと読んでます。全部が拾えないだけですよ。夏の野外ライブやってほしい。うわー、やってみたい。これは夢ですね。イケメンの自覚ないは嘘です。やめてください。イケメンでしかありません。あー、すいません、嘘はつきました。自覚あります。叩かれそう。ジャンプ沖縄の後全員集まりましたか？あ、仕事とかでは全然集まってます。全然集まってる。50歳ですが山田さん大好きで、ありがとうございます。何歳でも好きになってくれることは嬉しいです。野外ライブやったら雨でずぶ濡れになりそう。それは雨が降るかどうかだよね。ピアスいつ開けました？いつ開けたっけな、覚えてないや。姫路城見たことありますか？あるんじゃないかな、多分ね、多分あると思う。たくさんインスタ投稿待ってます。あ、これはもう本当に写真が本当にいわゆるインスタ映えみたいな写真が撮れない多分類の人間ではあるんですけど、頑張って皆さんが喜んでもらえる写真撮りたいと思います。ジャンプ雨男多そう。そんなことないとも言い切れないよ。コメント届いてますよ皆さん、ちゃんと届いてます。あ、雨で化粧した顔で山田君に見られたくない。大丈夫ですよ皆さん、もう素敵に楽しんでくれていればそれだけで僕ら嬉しいですから。顔が映えてるから大丈夫で。すいません、優しいお言葉あざす。
山田くんみたいな顔になるにはどうしたらいいですか。あとまず山田涼介を検索して、美容師さんにこの髪にしてくださいって言えば多分なります。発表が怖くて震える。震えて待っとけ。今日メイクしてる。ある程度してますよ。昨日の夜ご飯、俺昨日何食べた、思い出せないな。ちょっと無理だ。老けてほしい。どんな願いや。どんな願いをしてんの。男ですが大ファンです。嬉しい、ありがとうございます。山田くんはパパママどっちに似てますか。よく言われるのは親父かなと思います。1ヶ月前何時に寝ましたか。知るかい、そんなもん知らんわい。万事ですか。どういうこと。1日何食食べますか。なんか仕事によるんだけど、なんかあこれはちょっと痩せてたいなみたいな仕事があるときは前日は1日1食とかしか食べないかな。痩せましたか。痩せてないっすね。むしろちょっと太ったかも。はいはい、どうも。イヤホン使ってますよ。昨日何の服着ましたか。え、昨日覚えてないです。ダイエット中の私に一言ください。頑張れ、痩せろ。体重何キロですか。56とか7ぐらいだと思う今は。風邪ひきました。早治るといいですね。合成感すごい。いやこれ合成じゃない。ほら、あ、ここか。合成じゃないです、木です。身長何センチですか。182センチです。あ、重大発表はもうちょっと散らします。山田くん勉強何時間したらいい。もう自分が満足するぐらいでいいと思いますよ。何時間やったからってね、成長するわけじゃないと思うし、密度だと思います。182cm、 嘘じゃないよ。周りがでかいだけ。周り 2m50 ぐらいね、いつも平成ジャンプ、ユートとかだから俺がちっちゃく見えるけど、俺182やんのよ。寝るときはエアコンつけっぱですか。仕事によります。仕事がないときはつけっぱにしたりとかします。大嘘つきで笑った。そんな俺嘘ついたことないもん人生で。意外とちっちゃく見えるよね、いつも言われる。そラウールよりは低い。確かに。大ちゃんも182ですね、確か。どうやったら身長伸びますか。うわこれな、どうやったら伸びたんだろう俺。ユウトに聞いた方がいいよ俺。うん、俺よりも。なんでそんなに堂々としてるの。え、逆になんか堂々としちゃいけない理由があるなら教えてほしいですね。さりげなく指ハートください。いやでもなんかそうっすね。下手くそ。
チュキ。チュキだよ。宿題手伝ってやだ、俺宿題嫌い。うん。本当だ、13万人見てくれてる。ありがとうございます。沖縄の時はみんなで飲んだんですか？もう全員で飲みました。あ、顔かっこよくてびっくりした。ありがとうございます。納豆嫌い。ところでいつまで散らすの？速攻フォローしました。ありがとうございます。今もなんかたくさんフォローしてくださってますね、皆さん。ありがとうございます。死ぬまでに絶対山田くん生で見たい。うわ、もうそういうもんか。もうぜひあのライブの方に遊びに来てください。何台のスマホの画面割ってきたの？イケメンすぎて、ほんまに画面は割れないでしょね。こんばんは、こんばんは。最近した贅沢、お蕎麦を頼んだんですけど、あの出前をしたんですけど、そこにある天ぷら全部乗せました。お、カラオケで平成ジャンプの曲歌った。ありがとう。どんどん歌って。頑張れって言ってください。頑張れ。ピアスかっこいいね。ありがとう。かっこいい。死ぬ、絶対死なない、絶対死なない。君は前髪長いのいいってならん？だって前髪作れってみんな言うじゃん、長くても。課題やれ。最近何買いましたか？スウェット買いました。ピアス痛くない？まあ人によると思いますけど、あの開けないで済むなら開けなくていいと思います。ライブ見に行きたい。ああ、もう行きたう？行きたいじゃなくて行きたう？行きたう？肌が綺麗ですね。ありがとうですよ。犬寝たよ。何の報告しとん？足臭いよ。自分？自分の？洗いな。好きな色？好きな色？何に対してだろう。服とかだと白と黒ね。平成ジャンプの歌で一番好きな歌は？いやー、決められないな、一瞬じゃ。山田くんのお母さん、山田くん産んでくれてありがとう。母ちゃん見てるか、感謝されてるぞ。産んでくれてありがとう。うん。ハートタップしてたら詰められた。どんだけ激しくタップしてんの。そんなもんいいんだよ、そんな激しくしなくて。早く発表してくれないと寝ちゃう。いい子ちゃんすぎるだろ、まだ8時半やぞ。もうちょい我慢してよ。今から寝るね、おやすみ。発表聞かないで寝ちゃうの？大丈夫？すごい、かっこよすぎてご飯2杯も食べちゃった。
たくさん食べたんだね。いいね。ハート食べて。山田涼介の欠点ってないんですか？いや結構欠点だらけだと思いますけどね、僕は。皆さん結構だからバラエティとか見てくださってる方は分かると思いますけど、欠点多いですよ僕。おもろ何が涼介素敵、ありがとう。お腹すいた、なんか食べなよ。山田くんの息いい匂い。君の iPhone だけそういう機能ついたの、すごいな。仕事行きたくない、まだ寝たいって朝はどうしてる？行きたくなくても行くしかないんだよ。あんま行きたくない、まあ、体調が悪い時とかはねあるかもしんないけど、あんま行きたくないっていうのはあんまないかも。無敵じゃないですよ、無敵なんかじゃないです僕は。山田くんの顔がとても好き、ありがとう。じゃあそろそろしますか。皆さんに発表です。すいません皆さん30分も待たしちゃったんですけど、発表をしたいと思います。このインスタライブを始めたきっかけにもなるんですけども、私山田涼介ソロの写真集を発売します。ありがとうございます。しかも2冊あるよ。 VV 発売日、内容に関しては来月ぐらいには発表できるかなというふうに思ってます。今のところは結構打ち合わせも進んでて、来月ぐらいにはみんなにも発表できるかなというふうに思ってるんですけども、この写真集は多分最初で最後になる写真集になるかなというふうに思ってます。あ、別にその俺が辞めるとかじゃないよ、そういうことじゃなくて、なぜ今回写真集を出そうかと思ったかっていうと、僕が今年で30歳になるっていうのと、あとソロデビューをさせてもらって今年で10周年ということで、何かこうみんなに面白いことができないかなっていうふうに思ったんですよ。でたどり着いたのが、まあ、ずっとこういつかやってみたいなと思ってた写真集の発売をしたいというふうに思っていたので、写真集を出そうというふうに決めました。そしてその発表をどこでしようかとずっとマネージャーさんと考えてたんですけど、なんかこう、まあ、僕ゲームの YouTube チャンネルとかもあるんですけど、そこですんのも違うし、平成ジャンプのインスタライブで言うのもまあ他のファンの方もいるんで、どうなんだろうなと思いつつで、だったらもう個人アカウント作ってそこで発表していいんじゃないかということで、まあインスタ開いて、まあインスタもね、あの皆さんに楽しんでもらえるように、まあこれからもいろんなものを投稿していきますけどっていうきっかけがあって、インスタを始めることになりましたです。でまあ本当に写真集はまあ言えないことだらけだからちょっとあれなんですけど、まあ本当に悔いの残らないように一冊一冊大切に作っていきたいなというふうに思っている中で、何かこうファンのみんなと一緒にこの写真集を作れないかなというふうに思ってまして、でインスタライブ後に2つ質問箱を設置しますので、ぜひぜひそこにちょっとみんな回答してほしいなというふうに思ってます。1つ目はですね、
あの写真集でどんな山田涼介が見たいかを質問箱で募集してます。でまあ声が大きいものだったりとか、あこれ僕もやったら面白そうだなっていうものがあったら、それを写真集に盛り込んでいきたいなっていうふうに思ってます。そして2つ目は山田涼介についての質問ですね。聞きたいことを募集します。なるべくたくさんの質問にお答えしていきたいなというふうに思ってるんですけども、まあ僕もまあ20年ぐらいやってますんで、いろんなところでねアイドル誌とかファンの方からの質問とかはやってますけども、だからある程度知ってくれてると思うのよ僕のことを。だから最近やった楽しいことは何ですかとか、好きな食べ物は何ですかとか、そういうちょっと簡単な質問は全部省いてきます。もっとなんて芯食ったっていうか、本当にあこれ確かに聞かれたことないかもとか、あこれ本当に多分ファンの子が気になってることだなみたいなのをピックアップして、なるべくたくさんの質問に答えていきたいなというふうに思っているので、ぜひぜひたくさんの質問を質問箱に入れてくれたらいいかなというふうに思っております。ちょっと待って、全裸でバックショットはやめよ、それはやめよ、ちょっと違うわそれ、多分事務所に俺怒られちゃうから、俺が採用したら俺が怒られちゃうからやめよ。そうまあ答えられる範囲で答えていきたいなというふうに思ってますし、まあ、写真集のねページ数にも限りがあるので、私の入んなかったからやだみたいなふうには思わないでほしいというか、なるべくこう皆さんの声に応えていきたいなというふうに思ってます。なのでぜひぜひこのインスタライブ後2つの質問箱設置しますので、そちらの方に質問どしどし送ってください。シチュエーションもどしどし送ってくださいね。まあこれが発表でございました。どうかなみんな、期待外れだったらごめんだけど、でも僕は本当にこの写真集をずっと出したいと思ってたんですけど、まあきっかけがなかったので写真集はあんま出してもなっていうか、タイミングもなかったし、まあ、だけど今回まあ30歳で、まあ、ソロデビュー10周年で、まあ、いいタイミングなんじゃないかっていうことで、まあ、本当に多分最初で最後になると思いますけど、贅沢な2冊を作りたいなというふうに思ってますので、みんなも楽しみに待っていてほしいなというふうに思います。あ、期待超えてきましたよ、ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいですね。予想当たった？嘘、マジで？すごいね。買う、ありがとうございます。面白いと思いますよ、今なんとなく決まってる内容だけでも。ほうほう、あこれは口滑らしそう。でも多分本当にどこまで言っていいんだろう、まあ、なんだろうな、滑らしそうだからやめとく。やめとく。そう、なんかファンのみんなが喜んでくれたらいいなというふうに思ってますよ。いつぐらいに発売しますか。まあこれはちょっと今いつぐらいに出せるかというのは構想は練ってるので、随時発表していけたらねというふうに思ってます。2冊の違いが気になる。あ、もう全然違う2冊になります。イベントとかやってほしいです。写真集とかってイベントが普通なのか、どうでしょうね。やるかもしれないし、やらないかもしれないし。
ネット販売、全国の書店どこでも。これはどこでも、全国どこでも、全国どこでも。山田くんが2冊出したいって言ったの。いや、そのやりたいことが多すぎてというか、まだちょっと言えないこともあるんだけど、どうしても2冊になっちゃうねって話で2冊になりました。多分わかると思います。あ、こういう理由で2冊なのねってことがわかると思います。田舎でも買えますか？多分買えると思いますし、もしかしたらネット予約とかもあるのかな、わからないですけど、ちょっとまだわからないことだらけで申し訳ないんですけど。だからみんな、このインスタライブが終わったら、うわ、山田のこんな顔が見たいとか、こんなことしてほしいみたいなの今のうちに考えてバンバン送ってね。一つ一つ見ていくからね。インスタで報告しますか、発売日。どこで報告するか分かんないけど、ちゃんとでも皆さんの目に入るように報告します。アーカイブ残します。これは残しますんで、ちゃんと。これからどんどん撮影していきます。まあ写真集はね、こんな感じですよ。いや、もう今もうね、この時間は今しかないから、コメントとかあれば送ってね。質問何個送っていいの？何個でもいいよね。ダメ？何個でもいいって、質問何個でも送ってください。好きなだけ、気が済むまで送ってください。チュッカチュッカ、カムサムニダー。たくさん送るね、送ってください。来月引っ越すので挨拶代わりに写真集配りますね。お菓子がいいんじゃないかな、菓子折りにしてあげてください。髪明るいね。これでもちょっと暗くしたんだけどね、3日前ぐらいに。質問っていつまで受け付ける、いつまで受け付けるの？今日だけ？1日？だから9時からスタートして、明日の夜9時までですね、質問を受け付けます。明日の夜9時までなので、それまでに質問シチュエーションある方は絶対送ってください。あ、スクショタイムね、スクショタイム、スクショタイム、ちょっと待って、この点点点点点点押せばいいんだよね。点点点、コメントオフ。舐めたポーズでしょ。OK?インスタ投稿やストーリーでいろんな凌介を見たい。
うん、ちょっと使いこなすまで時間かかるかもしんないけど、頑張っていろいろ投稿します。しますん。コメントはいっつってたよ。びっくり芸能人、びっくり芸能人って何？ポーズ陰キャっぽくて可愛い。どこが陰キャだよ。めちゃめちゃ陽キャのポーズ取ったつもりやで。無理ない程度に頑張ってね。ありがとう。優しいね。ママがいい顔してるって。ママー、ママー、ブログも忘れないでね。もちろんだよ。撮影頑張って頑張ります。おお、洋服のブランド分かる人分かってますね。すごい。ホームシック中？どこにいるんだろう。シックだったら帰りなさい。シャイニングしてやだわ。なんでインスタライブで俺シャイニングしたのかな。やだよ。あ、そうね、バッドランズ、あの前編関西弁でお送りしてますが、ちょっと本当関西の方優しく見守ってくださいね。頑張ってあの一生懸命やりましたけど、もしかしたらええー、と思うところもあるかもしれないですけど、映画に集中していただければいいかなというふうに思います。あ、免許合宿中ね。なるほどね。まだ時間あるよ。フィルター遊びするか。フィルターこれか。これだよな。ほーら、キラキラだぞみんな。ほら、もうびっくりマークじゃん。ほーら、キュンキュンつって、ほらキュンキュンだ。あ、すごい。あ、照れちゃった、照れちゃったんだ俺。照れちゃったんだ。出ちゃったパート2だこれ。ハートの中に僕。冬だね、寒いよ。もうすごい、なんかわかんないけどテラスハウスって感じ。わかんないけど。ういうい、オーロラ死ぬまでに見てみたいな、ね、フィルターの種類が落ちて どうしたんだろう。すごい。はあ、なんかあれか、ありそうじゃない。なんか他になんかないのかな。ここしかないのか。顔いじれるやつとかないのか。有料？入ってない、入ってないんだって。この辺が割と自然でいいんじゃない。ハート山田のスクショタイムする？これでいい？キュンです。キュンです。陰キャのマックスこれね。陰キャのマックスはこれ、これが限界、これが限界よ。無理無理、許してくれ。一生懸命やったつもりではある。
冬好きかな。冬好きです。夏も好きです。ありがとう。 いえ、こちらこそありがとう。来てくれてありがとう。明日試合です。応援メッセージ全然先生です。ファイト。隣の客はよく寝る。アラサーだね。アラサー何時？アラサー？俺アラサー30だよね。アラサー？アラサーって日焼けしますか？日焼けしてます。これだいぶ白くなったけどね。日焼けしましたよ、沖縄行って。おすすめの国教えてください。新婚旅行のおすすめの国は俺には決められない。一番好きな季節は何ですか？まあ春とか秋とか。大きくなったら結婚する。倍7歳の女の子かわいいね。沖縄暑かった。暑すぎ、暑すぎた、マジで。フィンランドのオーロラ最高でした。いいな、行ってみたい。30歳になって体力の衰え感じますか？そうね、ダンスとかは平気なんだけど、サッカーとかやると感じるかな。めいっこちゃんかわいい？かわいいよそりゃ。沖縄で海ぶどう食べた。食べたよ。山田涼介仕様のエフェクト欲しい。それはもう俺には作れないよ。ダンス上手くなるコツは？いやもう俺なんかより上手いね後輩がいっぱいいるんで、みんなそっちに聞いてください。赤ちゃん産んで、あ、おめでとうございます。日焼けしすぎて肌が山田くんの髪色みたいになっちゃった。焼けすぎじゃない？大丈夫かそれ。アロハ T シャツ着ました？着てないな。え？なんかねちょくちょく人がいるんだな。4歳になったよ。絶対君4歳じゃないでしょ。絶対4歳じゃないでしょ。本当に4歳？そうだったらすごいね、コメントできるの。最近ラーメン4杯食べた？いや、4杯は食べてないっすね。なんで山田くんの唇はそんなに山の形をしているの？山の形？ちょっと、わかんないっす。86歳になりました。86歳でインスタやってんの？ほんと？すご。いいな、俺もなんかそういう若々しいおじいちゃんになりたい。ファンに感謝してますか？してますよ。そりゃしてますよ。だからなるべくこう楽しんでもらえるものをね提供したいなって思ってます。なにわ男子とキンプリに行く？まあ時間次第ですかね。エフェクト消して、あ、すいません、邪魔でしたか、すいません。どうやって消すの？あ、こうか、あ、こうね、はい、すいません。すいません、ごめんなさい。ダンスして、
いやです、なんかモノマネしませんしませんつむじになりたい、一生叶わない夢だね。娘が山田君に会いたいって言うてるよ。それはぜひライブ来てください。温泉好き、温泉好きよ、温泉好き、温泉行きたい。めっちゃ似合う、ありがとう。インディンオブジョイとして懐かしい絶対しないけど朝1個しか空いてないっす。歌って付き合って温泉行こう、全て無理、全て無理、それはやだ。絶対チキ丼のファンの方いる晩ご飯何食べましたか？カレーです。サングラス自前です。反射しても大丈夫です、ここは。あ、やっと参加できました。こんばんは、こんばんは。もうすぐ終わっちゃうけど、ごめんよ。もうすぐ終わるからサングラスしたんやで。生きてるし休めてます。ほっぺた触らせてダメー。まあ言うてあと5分、まあ、9時までかなと思ってます。次いつインスタライブしてくれる？インスタライブってなんだ、なんだじゃなくて、いいや、やってることは分かってんだけど、いつでもやっていいの？いつでもやっていいんだって。だから気が向いたらやります。ほっぺ柔らかい俺。サングラス何個持ってる？サングラスね、俺そんな持ってないのよ。そんなに持ってないっす。八乙女さんとインスタライブしてください。コラボでってこと？もう八乙女さんとやるんだったら二人でやる世界で一番大好きです、ありがとうございます。いいやないか、いいやろ。いや、もうたくさんの方がフォローしてくれて嬉しいです、ありがとうございます。呪術回戦の漫画見てますよ、見てます。ほら、どこのサングラスですかとか、何の香水使ってるんですかとか、そういう質問とかでもいいんですよ。みんなが知らないことを質問箱に書いてほしいんだな。読んでます、コメント。読んでるつもりです。呪術だれ推し、トゲ。ケンティみたいにアイドル踊ってほしい。ケンティアイドル踊ったの？踊ったんだろうな、きっとコメント、コメント。あ、もう終わっちゃうよ、みんな。いやでも皆さん今晩もありがとうございました、遊びに来てくれて。これからも何回も言いますけど、楽しい投稿をいっぱいしていけたらなっていうふうに思ってますし、インスタライブもしていきたいと思ってます。ぜひぜひ遊びに来てください。